どうもゴルフプロの藤田です。今回はカットに入ってるよと言われた時にそれどういう意味なのと思った人、これについての解説をしていこうと思います。まあ、正しくないことのように、まあ、言われることがほとんどなんですが、それが、まあ、なぜそうなってしまうのか、なぜそれが正しくないのか、そしてどう正しく直していけばよいのか、これについて解説していこうと思いますので、最後まで動画しっかり見てくださいね。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では早速いきたいと思いますが、ドライバーとか打ってる時にカットに入ってるよと言われたりするんですが、こういう感じです。これカットに入ってます。すなわち、クラブヘッドが外側から内側に降りてきた状態でボールをドライブ、それこうズバッと切るような感じになってるっていうことですね。でそれをカット、要するに切る、そんな形になってますよ。でこれは外から降りてくるというのは何がいけないかということなんですが、外から降りてくるということは右の肘のこのヒンジが早く解放されている状態なんですね。しっかりとここでキープした状態で降りてきてほしいところが早めにほどけてしまってますよ。そうするとテコの働きがうまく働かずにヘッドスピードが出ないんですね。ですから、うん、もう一回打ちます、うん、こういう感じで早めにほどけてる。で振り抜きもここが引けてしまうような、肘が引けてしまうような感じになってしまってヘッドスピードがあまり出なくてボールは飛ばないよという、まあ、そういう状態になってますよと、まあ、それをカットに入ってるよというふうによく一言で言われたりするということですね。ですから、これはかなりの人が、まあ、結果的にボールはスライスボールですね。右に曲がる。これスライスボールになったりするわけですが、まあ、距離があまり出ないよとか、あとはボールが OB の方に行ってしまうとか、まあ、そういうケースがまあ多いかなと思います。じゃあこれをどう正しくしていけばいいのか、どういう状態が正しいのか、そしてどうすればそれができるのか、それを少しね、今から解説していこうと思います。まず正しい状態というのは、クラブヘッドが内側から、ですから、こういう感じで降りてきてほしいんですね。で、この位置に降りてくると、クラブヘッドは一気にここで加速します。それでボールを捉えていくので、ボールは飛ぶということですね。ですから、ちょっとやってみますね。甘えて、内側からぐっと降りてくるような感じになると、ボールが遠くへ飛ぶということです。でこれをクラブヘッドがインサイドから内側から降りてきている、インサイド、自分に近いところから降りてきている状態というふうに言ったりします。ですから、クラブヘッドを内側から下ろせるようにしましょうねとか、肘をしっかりここで保ちましょうねとか、キープしましょうね、こんな表現になってくるということです。で、この形にじゃあどうすればなるのか、そうすればボールは飛ぶようになりますけど、この形をどう作るかというのが大事なポイントになります。じゃあ、この形というのはトップの位置から振り下ろすときに、この形をキープして下ろしていきたいんですが、体が先に動いてしまうと外側から要するにカットに入ってしまうので、最初の段階で下ろしてくる、この切り返しの段階で腕を下に落としてくるってことです。でその時に上半身が動いてしまってはいけなくて、下半身は少し動いている状態になります。ですから下半身は左側に回転しながら腕は下に落としてあげると、この辺りにクラブヘッドが落ちてきてボールをしっかり前に飛ばすような動きになっていくということです。ですから、甘えて、少しここに、自分に近いところに下ろしてくるような感じになってくると、クラブヘッドは一気にボールを捉えて飛ぶような感じになっていくということです。まあ、こんな感じで、クラブヘッドが降りてくれば、ボールはしっかりと距離が出せるようになってきますので、カットに入ってるよと言われたら、それってどういう状態なの、それは外から入ってきてるんだよ。でそれを内側から下ろしてくるといいよということです。カットに入るとボールが飛ばないよ、内側から入ってくるとボールはしっかり飛ばせますよ、まあ、こういうことです。でこの動きを覚えていくためのドリル、このチャンネルでもたくさん皆さんに、もうすでにねお伝えしているはずですから、それを見ていただければしっかりとここで下ろせるような感じになっていきますので、それをしっかり練習してやってみてください。ぜひねゴルフの練習もやっぱり積み重ねになると思いますので、まずはねこのチャンネルちょっと見ていただいて、あそういう感じなんだと、思っていただければ、次ねラウンドするときに、生かしていただければいいかなと思いますので、ぜひねちょっと、知識をつける、これも大事かなと思います。頑張ってやっていきましょう。ではさようなら。